MHK ニュースです。解説はドナルド・トランポリンさんと私アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国国内では旭日旗について日本軍国主義の象徴として会場への持ち込みに反対する声が噴出。一部からは大会ボイコット論まで飛び出しています。そして福島第一原発事故を念頭に放射能汚染があると印象操作を命がけで吹聴し、防護服姿の人が聖火リレーで走る姿を描いて、東京での放射能の安全性を揶揄するようなポスターが今月6日、韓国の首都ソウルにある日本大使館の敷地の壁に貼ってあるなど、日本での五輪開催に水を差すことで妨害する行為が横行して、韓国メディアは精神的勝利を収めているかのように狂気乱舞して報道をしています。夕刊フジは、1月9日付で、韓国で放射能五輪キャンペーン2020年の日韓関係は、と題して記事を掲載。一部割愛してお伝えいたします。元朝日新聞ソウル特派員で、韓国問題ジャーナリストの前川圭司氏は、今回の東京五輪が日韓関係をさらに悪化させる引き金になると予測する。韓国では、福島の競技場が放射能汚染されていて、放射能五輪になるという言説が韓国メディアを通じて広まっています。左派系の市民団体も、放射能五輪に選手を送るな、とデモをしている。世界が注目する国際大会で日本を貶めようとする動きが、今後エスカレートしていくと考えられます、前川氏。韓国では、昨年8月30日に、インチョンで、市民団体による放射能五輪反対デモが起きたほか、各地で、同様のデモが起きている。11月には、東京五輪競技場への旭日旗の持ち込みと放射能汚れ、染めが懸念される食材の使用に反対する市民団体、東京五輪戦犯旗放射能阻止ネットワークが新たに発足した。日本の大会組織委や国際オリンピック委員会 IOC に対し抗議活動を行うとしている。メディアも煽り立てている。韓国紙中央日報は、韓国政府、原発汚染水対策を要請、安倍首相の最も痛いところを突くと題した記事で、韓国外交部が、福島の放射能問題を、強力な対日カードと位置づけていると報じた、同紙日本語版2019年8月14日付。韓国 MBC も、同日、7ヶ月後には、最終に達する、私たちの海の汚染、あっという間にと、福島の汚染水が海に広がって最終島に達するとした CG ムービーを流した。もちろん、科学的には根拠のないことばかりだが、問題は、市民団体やメディアだけでなく、韓国政府や与党が主導して、放射能の危険性を煽り、対日カードとして利用しようとしていることだ。昨年9月に開かれた国際原子力機関 IAEA の年次総会で、韓国の代表は、福島第一原発の処理水を、海洋放出することに対し、世界全体の海洋環境に影響を及ぼしうる重大な国際問題となると訴えた。さらに、韓国与党の共に民主党も、昨年9月に、日本の放射能汚染地図なるものを作成。五輪の競技場や聖火スタート地点などの放射線量の数値を公開したが、日本の市民団体の測定データを元にしたと言いながら、実際とは異なる数値を並べていた。そうした韓国側のネガティブキャンペーンに、日本側も黙っているわけではない。先の日韓首脳会談でも、安倍首相はこの問題に触れ、東京五輪に向けて両国政府が交流していくのが重要としながら、文大統領に対し、福島第一原発から排出されている水に含まれる放射性物質の量は、韓国の原発の排水の100分の1以下だと指摘したという、産経新聞12月28日付。また、日本の外務省は、韓国の国民の誤解を解くため、在韓国日本大使館ホームページに、日本と韓国の空間線量率を掲載。福島市、いわき市、東京、ソウルの放射線量データを、毎日更新し公開している。それによると、福島市とソウルの環境中の放射線量は、おおむね同程度だ。日本側が示しているデータを一切無視し、放射能五輪のレッテルを貼る韓国側の行為は、もはや嫌がらせのレベル。当たり前のことですが、こうした行為で、韓国に対する日本の国民感情が良くなるわけがありません、前川氏。
五輪期間中にも、こうした嫌がらせが続くようなら、日本の一部にある嫌韓感情がさらに高まるのは避けられない。故に、前川氏は、2020年は転換点になると見る。韓国とは分かり合えない、韓国は、距離を置いた方がいい国だと気づく人が増えるでしょう。私も、韓国とは、しばらく冷却期間を設けて離れている方がいいと思います。近世以降、日韓関係が平穏だったのは江戸時代くらいで、両者とも鎖国をしていて、朝鮮通信使の他は、ほとんど交流がなかった時代です。白村江の戦いの時代から、ずっと、深く関わった時は、必ず軋轢を生んでいる。だから、近くて遠い国として、新しい冷えた関係を構築すべきと考えます、前川氏。韓国は、こんな悪どい行動をしているにもかかわらず、日本メディアは、嫌韓報道を自粛せよと、戯言を言っています。まあ、根拠のない言いがかりをつけるのは、韓国のお箱ですが、こんな韓国のメガキャンを放置することはできません。日本政府は、韓国の原発排水の放射性物質の量は日本の100倍以上だと、世界に広報をして、日本メディアも、この事実を報道するべきです。いや、日本メディアは、左派に牛耳られているので報道はしないですね。しかし、韓国は、日本のことは死に物狂いで報道しますが、自国の放射線量に関しては何も言いませんよね。例えば、2011年には、ソウルの足原、ノーオン地区で、平均値の10倍近い放射線量が検出されたことがありました。その原因は、道路の舗装に使われたアスファルトの原料に放射性物質が混入していましたが、そのアスファルト全体の480トンのうち280トンは、足原の区長裏の空き地に、少なくも2年半以上放置されていました。また、2015年には、京畿道のあるアパートで、通常の5倍近い放射線量が計測されたこともありました。こちらも同様に、外壁に使われたセメントに放射性物質が混入していたことが原因とされています。そして、韓国の放射線量は日本よりも高く、韓国の首都ソウルは東京の3倍以上の数値となっています。日本を嫌って反日に勤しみ、根拠のない放射能五輪とレッテルを貼り、韓国国会議員からは大会ボイコット論まで出てる以上、東京五輪への不参加を決めた方が良いと思いますね。そんな韓国を応援しています。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。